なのこのほぼ無理ゲーって。これなんかマリオっぽいね。マリオっぽいよね。どう見ても真ん中のやつさ、テレサでしょ。なんか目が目がやばい。なんか違う状態に入っちゃった。いけ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 。なんか壊しそうなんで。ほぼ無理ゲー。無理ではない。無理なんだね。無理かもしれない。早速飽きそう。飽きそう。できないからいいってなって。次のゲームいきまーす。これ次のゲーム。問題されてた。なんかこのほぼ無理ゲーって、なんかすごくあのレトロな感じなゲームです。これなんかマリオっぽいね。マリオっぽいよね。でマリオはそのヘリがなかったよね。乗らない。自衛隊？爆弾があったけど。自衛隊、うん。なんかでもキャラデザちょっと似てるね。すっげーレトロな。ワールド1、ステージ1、ステージ1。いきます。もう早速ダウンロードか。時間かかる。お、エリアごとに操作が違うぞ。じゃあマリオじゃん。じゃあコメントアップです。これマリオじゃないですか。どう見ても真ん中のやつさ、テレサでしょ。もうこのなんかこう手の角度とかもさ。お、始まった。ジャンプ。あー早いよ。これやりたい。こういうの大好き俺。しかもさ、走るの早くない？よくわかんないこのゲーム。でもやっちゃうよ、これは。やっちゃうよ、もう。バンバン。思ったより早いよ、ね。早い、早い、早い。あー、減った。減った。落ち着こう。待たないよ。レッツゴー。レッツゴー。レッツゴー。オッケー、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 オッケー。何これ？ボンバーマン？違う？60%。うまい、うまい。63。うん。これあの、うん、これあのどうした？2分の1のスピードでいけないかな。うん、早いんだけど。早いんだけど。あれ？てかこれどこですかね？これ絶対さ、あの富士山のあれだよね、あの。なんだろう、演習場みたいな。これ富士山みたいな。富士山とか言ってるから死ぬんだよ。とか言ってるから死ぬんだよ。集中しろよ。集中。うまい。なかなか。えいや。なかなか。ああ、うん。ちょっと 100% になるまでやってみたいんだけど。うん。うん、やってみたいんだけど。さっきの 63% は何だった？うん、それ 63% 偶然だった。たまたまかな。目が目が。ああ。ちょっとあってもでも。はい。あ、でもなんかハマってるね。うん。そうですよ。えいやえいや。リズム。えいや。つけみたい。Oh. 手が滑った。言い訳した。言い訳、言い訳、言い訳。でもこれちょっとやりたいな。これやりたいですね。人からするとしつこい感じがするんだけど。まあいいや。なんでほぼ無理っていうのは難しいってことじゃない、単純に。はい、ですね。はい、あれそんなに難しくない気がする。早いんだよね、多分普通のゲームより。おーおーおーおお、なんか目が目がやばい。おおおお、そうそうそう、なんか違う状態に入っちゃった。あー、さっきと思ったのだ。一体何なんだ、もうよくわかんねえぞ。そう、よし、ファイナルトライです。もうファイナルトライになってる。ファイナルトライ。残念、カルロス。残念、カルロス。もう一回やんない。もう一回でしょ。一回だけやろうか。一回だけやってます。はい、グッド。やっぱやりたいよね、こういうのって。この音楽聞こえる、みんな。トゥ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 とか言ってると死ぬよ。本当だ。集中しろ。結構やるんだゲーム、実際は。お、でも慣れてきたか。お、慣れてきた。お、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 なんか壊しそうなんで、これは壊しそうだから。壊さないで。100まで行ってほしかった。楽しそうだったよね。そうね、これやってみたい。これやってみたいです、うん、フラッピーバード聞いたことあるよね。フラッピーバードは、フラッピーバードはこれよりずっと難しい。こういうゲームも面白いですよ、ね、面白い、面白そう。これもやります今日。はい、これ私もやりたい。そう、やりたい成功。でこれさ、やってさ 100% になったのをスクリーンショットしてカルロスに送りつけたいよね。そうです。ひどいよ。できたよ。そうです、ね、じゃあ私も。うん、みんなで。みんな 100% の写真できたよ。バイバイ。バイバイ。